不安ですけど、まあでも楽しくやりたいですよね、はい。まあこれは自分が作って、まあこれは妹が作って、はい、まあこれは関村さんが作ったんですけども、はい、まあその3人がいろいろ話し合って、はい、この商品が出来上がったんですよ。今までこう復興の商品を、はい、まあ、作ってたんですけども。それもまあ1年過ぎて忘れられてきて、やっぱこうあまり復興商品お涙頂戴の商品作っても、なんか違うなと思うんで、やっぱこうなんですかね、女川でもまあかっこいいデザインとか、はい、そういう商品作ってるやつらいいんだぞっていう、そういうおしゃれなとこでももう売っていけるような商品とか作りたいですね。3人はもともといろんなあのデザインだったり、そのアートをやってたんですよ。で、1人だといろんな、1つのジャンルしかできないですけど、3人だったらいろんなジャンルできるんで、それがきっかけです、ね。今後はどういった形で展開をしていきたいと思われてますか？お名前をかっこよく見せたり、でもお名前を面白く見せたりっていう商品をやっぱり作っていきたい。お名前に一番根付いたあの動きをしていきたいなと思ってて。やっぱりその、おなは今何もない状態で、その色がないんで、うちらがそういうアートだったり、デザインだったりっていうので、もっとこう色を作っていくっていうことをしていきたいなと思います。うん、頭の中にあるのは、やっぱりその明るさなんですよね。その人があのそれを見て明るくなる、そういうものを作っていきたいなと思ってます。にある商品が面白いとか、おなわのやってることは面白いっていうところを全国にアピールしていきたい。それで被災地の街じゃなくて、後々はその面白い街っていうようなところをあのアピールしていきたいなと思います。